エルビン・フォン・ベルツはドイツ帝国の医師で明治時代に日本に招かれた親とい外国人の一人。27年にわたって医学を教え医学界の発展に尽くした。対日は29年に及ぶ。彼の日記や手紙を編集したベルッツの日記には当時の西洋人から見た明治時代初期の日本の様子が詳細にわたって描写されている。そのうち、 来日当初に書かれた家族宛ての手紙の中で、明治時代初期の日本が西洋文明を取り入れる様子を次のように述べている。日本国民は10年にもならぬ前まで封建制度や、教会、総員、同業組合などの組織を持つ我々の中世、岸時代の文化状態にあったのが、一気に我々、ヨーロッパの文化発展に要した500年余りの期間を飛び越えて、 19世紀のすべての成果を即座に自分のものにしようとしている。このように明治政府の西洋文明輸入政策を高く評価しその成果を認めつつ、また明治日本の文明史的な得意性を指摘した上で他の親とい外国人に対して次のような忠告をしている。このような大調約の場合、多くの物事は逆手に取られ、西洋の思想はなおさらのこと、 その生活様式を誤解して受け入れ、とんでもない間違いが起こりやすいものだ。このような当然のことに辟役してはならない。ところが、古いものから新しいものへと移り渡る道を日本人に教えるために招聘された者たちまで、このことに無理解である。一部のものは日本のすべてをこきおろし、また別のものは日本の取り入れるすべてを称賛する。我々外国人教師がやるべきことは、 日本人に対し助力するだけでなく助言することなのだ。文化人類学的素養を備えていた彼は当時の日本の状況に関する自身の分析、把握をもとにして当時の日本の状況に無理解な同僚の親とい教師たちを批判した。さらに彼の批判は日本の知識人たちにも及ぶ。不思議なことに今の日本人は 自分自身の過去については何も知りたくないのだ。それどころか、教養人たちはそれを恥じてさえいる。いや、何もかもすべて野蛮でした。我々には歴史はありません。我々の歴史は今、始まるのですという、日本人さえいる。このような現象は急激な変化に対する反動から来ることはわかるが、大変不快なものである。日本人たちが、このように、 自国固有の文化を軽視すれば、かえって外国人の信頼を得ることにはならない。何より、今の日本に必要なのはまず、日本文化の所産のすべての貴重なものを検討し、これを現在と将来の要求に、ことさらゆっくりと慎重に適応させることなのだ。無条件に西洋の文化を受け入れようとする日本人に対する手厳しい批判が述べられている。また、 日本固有の伝統文化の再評価を行うべきことを主張している。西洋科学の手法を押し付けるのではなく、あまりに請求にそのすべてを取り入れようとする日本人の姿勢を批判し、助言を行っている。また大日本帝国憲法制定時には、一般民衆の様子をお祭り騒ぎだが、誰も憲法の内容を知らないと描くなど、冷静な観察を行っている。一方、 東京大学を退職する際になされた大学在職25周年記念祝賀会での挨拶ではまた別の側面から日本人に対する批判がなされている。日本人は西欧の学問の成り立ちと本質について大いに誤解しているように思える。日本人は学問を年間に一定量の仕事をこなし簡単によそへ運んで稼働させることのできる機会のように考えている。 しかし、それは間違いである。ヨーロッパの学問世界は、機械ではなく、一つの有機体でありあらゆる有機体と同じく、花を咲かせるためには一定の気候、一定の風土を必要とするのだ。日本人は彼らを学問の果実の切り売り人として、扱ったが、彼らは学問の木を育てる庭師としての使命感に、燃えていたのだ。つまり、 根本にある精神を極める代わりに最新の成果さえ受け取れば十分と考えたわけである。このような批判は日本を嫌ってなされたものではない。挨拶の中では当時の日本の医学生たちの勤勉さや優秀さを伝える発言もなされている。また、教員生活は大変満足できるものであった、とも述べている。しかし、彼はあえて日本人の学問に対する姿勢に対する批判を 行った。すなわち、本来、自然を極めて、世界の謎を解く、という一つの目標に向かって営まれるはずの科学が、日本では科学のもたらす成果や、実質的利益にその主眼が置かれているのではないか、と。そしてそのことを理解することが、日本の学問の将来には、必要なことである、と彼は述べている。また、このような言葉も残している。もし、 日本人が現在アメリカの新聞を読んでいて、しかもあちらのすべてを真似ようというのであれば、その時は日本よ、さようならである。彼は西洋文明輸入に際しての日本人の姿勢を批判し続けていた。これは当時の廃物希釈の嵐吹き荒れる日本への危機感でもあり、同様の考えを持ち親友でもある、ハインリヒ・ホンシーボルトと同様に多くの美術品。 工芸品を購入し、保存に努めている。主治医も務めたほど関係があったシーボルトからは晩年、そのコレクションの管理を託されるほどの信頼関係があり、講師にわたっての親友であった。また、文化の面にしても同様で前述のシーボルトの誘いで、歌舞伎の鑑賞に出かけ、またフェンシングの達人でもあった同志と共に当時、随一の剣豪であった直進新影流剣術の、 坂木原鍵吉に弟子入りもしている。草津温泉を再発見、世界に紹介した人物でもある。1878年頃より草津温泉を訪れるようになり、草津には無比の温泉以外に日本で最上の山の空気と全く理想的な飲料水がある。もしこんな土地がヨーロッパにあったとしたら、カルルスバートよりも賑わうことだろうと評価する。草津温泉には、 ベリッツの名を冠したベルズ通りがある。ベリッツは大変な建客で噴火直後の草津、白根山にも登頂したことがあり、その際の手記は現在でも貴重な火山学的資料になっている。伊加ホ温泉には別荘を構えて、友人知人と幾度となく訪ねた。沢村修司によると、ベリッツの推奨により、天皇家や日本の高官が葉山に御用邸や別荘を、 持つことになったとある。実際、葉山の葉山森とがミシャに、中日イタリア公使のマルチーノと、ベレッツが当地を保養に適当と推奨したという石碑がある。ベレッツはいわば宣伝マンとなったとある。明治天皇はほとんど皇居内で過ごし秘書、悲観はされなかったが、後に、大正天皇になる、義人親王の健康が思わしくなく、G となったベルツが、天地保養を進めた。 アリス川の見当たる人新王はイタリア公使マルチーノの別荘に明治22年に訪れている。新王は明治24年に別邸を作り、皇太子もそこに訪れている。葉山の御用邸は明治27年1月完成した。ベルツの医学的貢献でよく知られているのは1885年の王子藩の命名である。1883年。 箱根藤屋ホテルに滞在中、女中の手が荒れているのを見たのをきっかけに、ベルツ水を処方する。ベルツは、親友のハイムリヒ・ホンシーボルトの影響を強く、受け収集活動にも取り組む。花夫人花の協力を得ながら、江戸時代中高期から明治時代前半にかけての日本美術、工芸品、約6000点を収集した。特に、絵師の川鍋教材を高く評価し、 親しく交わった。ベルツコレクションは、シュトットガルトの林伝民族学博物館に収蔵された。1964年、ドイツの製薬会社、ベイリンガー・インゲルハイム社によって、日独両国間の歴史的な医学関係を解雇するとともに、両国の医学面での親善関係をさらに深めていく、目的でベルツ賞が設立された。ありがとうございます。